はい、ヨネです。今日はですね、僕のダイエット中のフル食を、紹介していきたいと思います。まあフル食動画は多分本当いつだろうな、4ヶ月前とかかな、3、4ヶ月前に1回出して、そっから全然出してなかったんで、はい、久々に、まあ体も結構絞れてきて、なんか TikTok の方でね、よくコメントでフル食見たいですっていう、コメントが多かったんで、はい、フル食を取っていこうと思います。で、朝は、まあ、結構有酸素最近やってて、まあ、有酸素散歩ですね、まあ、2、30分軽くして、でシャワー浴びてご飯を作ってっていう感じです。はい、うん、で、今日はですね、まあ何にもないんですよ。仕事がない日で、でしかも明日からちょっと福岡に旅行に行くんですよ。また行くのかっていうね、またちょっと旅行に行くから、うん、全泊するんですよね、うん、空港の近くに、うん、なんで、まあ、ちょっとイレギュラーではあるんですけど、まあ、僕の一日の食事を、見てもらえたらなと思います。はい、ということで早速これ一食目なんですけど、まあ、さっき映ってたコーヒー、うん、美味しい。で、あとご飯、白米200で、なんか上にチャーハンの素が少しかかってるぐらいです。で、これ鶏ももの皮なしをちょっとバーベキューソース上にちょろっとかけて、まあこれがだいたい 250g ぐらいあります。で、これが1食目、うん、で、今日はもう昼過ぎ3時ぐらいに全泊するホテルに向かわなきゃいけないんで、まあ、ちょっとこれ食べてちょっとしたらもうジム行きます。ジム行って、筋トレ、今日は足だね、足トレ、うん、足トレして、そっからまた有酸素やってっていう感じ。あとは飲むサプリメント、まあまあこの大体この4つだね、うん、ビタミン、まずマルチビタミン、これマイプロのアルファ麺、うん、まああんまりこだわりはない、とにかく取れればいいかなっていう。ビタミン E、うん、でビタミン B コンプレックスで、まああと亜鉛、まあ、これはアイハーブで買ったやつですね。まあこれを1錠ずつ飲みます。まあ大体食事1食ごとに取る感じかな、朝昼晩っていう感じで、うん、取りますね。ではちょっと食べていきたいと思います。まあ大体 YouTube とか、うん、見ながら食べるって感じ。これね、もう切ってないからもうこのまんま。で、鶏肉の調理は、まあ、グリル、魚とか焼くグリルでやってますね。あれでやるとすごい油が落ちてくれるから、特に鶏のももなんて結構か皮がついてるから、一応自分でも取ったりするんだけど、まあそれでグリルでもっとこう余計な油が落ちてくれて、すごいヘルシーになるから、よくグリルで焼いてる。うん。なんで、今朝一食目のマクロが、こんな感じ。うん。626キロカロリーだね。まあ、結構もうこういう食事をもうひたすら、うん、食べていく感じかな。もうほんと、男飯って感じで、あんまり見栄えが良くないけどって感じで、これ一食目食べて、ちょっとしたら、ジムに行きたいと思います。はい、よく見る YouTube はこのジース・バンステッド IFBB プロクラシック・フィジック・チャンピオンの
クリバムの動画をよく見てます、ね、めっちゃモチベーション上がるからおすすめ。はい、最近ね、このスクワットシューズこれ買ったの、うん、ちょっとこのかかとが高くて2センチぐらいかな、うん、このスクワットシューズをね買ったんですよ、アディダスの。これがねめっちゃいい、うん、やっぱね、なんか俺特にその身長が高くて、その座高がこの腰の位置が高いから、すごいねスクワットでしゃがむ時にこうどうしても体がね上体が前傾しやすいんだよね、うん、で足首もそんなに柔らかい方ではないから、うん、すごいねあのスクワットやる時にやっぱねその腰に負担が来ちゃってたんだけど、これこのソールがね高いからめちゃくちゃしゃがみやすくて、だからその上体をこう前傾しなくてもこうストーンってこうストーンダイブするようにしゃがめて、あのねめちゃくちゃいいね。もうなんか四頭筋、まあ直筋とかさもうバチバチ入るから、今日もねちょっとこのスクワットシューズで最初しっかりスクワット追い込んでっていう感じかな。まあ今日はスクワット2種類ぐらいやろうかな、うん、スミスのスクワットとあとバーベルやっていこうかなと思います。じゃあもうちょっとしたらジム行きます。これかっこいいよね。はい、ということで、2食目はね、ちょっとトレーニング後でもう全泊するホテルに行かなきゃいけないんで、ちょっと急遽買ったこのサラダチキン、サラダチキン2つと、あとなんかファミマのなんかグリルチキンだったの、うん、なんかサラダチキンのあったかいバージョンみたいな、うん、グリルチキン、これね
これと、であとなんかレバー、なんかレバー売ってんだね、焼き鳥で。これレバー、これ食べます。これでどんくらいだろう、多分、まあ、カロリー的には500キロカロリーぐらいで、タンパク質が多分やばいと思う。成田の、ホテルに向かいたいと思います。はい、成田空港第一ターミナル到着しました。ここからね、ちょっとバスで、ホテルに向かいたいと思います。この自販機すごくない？モンスター全種類あるんだけど、すごい、初めて見た。これ一番でしょ、もっとあっちだな。あ、民間送迎バス違う。だから今バス停をね見つけてるんだけど、なんか30番のバス停がね見当たらない。分かりづらいね、この空港のバスターミナルって難しい。だから初めてこういう成田駅の近く、成田空港駅の近くでこうなんか泊まるの、まあいい経験だね。さあ探しましょう。ちょっと誰かに聞こうか。誰かに聞かないと分かんないわ、これは。30番がない。15番ぐらいまでしかない。はい、ということで、バス停は見つけたんで、でも30分ぐらいあるんで、ちょっと空港内をね、いろいろ歩き回って、なんか、食料とか、お酒とか、見つけたいと思います。今日はねダイエットなんで食べ物はあんま食べないですけど、お酒はバンバン飲んでいきたいと思います。これはねお出汁で食べる明石焼きスープなんでね、とさっき買った、サラダチキン一つ残ってたやつと、あとゆで卵、これで、あと水、これで3食目、食べたいと思います。この明石焼きスープ、これはちょっとさ、さすがにバス持っていけないじゃん、すぐ飲まないと。これがね146キロカロリー少な。いただきます。こんな感じ、うまっ。これにこのサラダチキンを打ち込むと、やばくないこれ。これこれとりあえず3食目食べたいと思います。漏れてる、うん、あ、うざいんだけど。じゃあ持ってでかくして、うん、すごい漏れた。お降りの方はお近くのボタンを押してお待ちください。ホテル到着。
さあさあルームツアー。俺は洗面台。あ、シャワーこういう感じなんだ。大浴場があるからあれか、別にシャワーだけあればいいって感じか。で、ご飯食べる。うん。あ、トイレ。まあ普通のトイレ。ここ2人で6000円だから、まあ結構安い。うん、だいぶ安い。で、ベッドが2つ。でも広いね。このベッドルーム2つあって、ちゃんとここに、こういう、なんか、スペースもあるのは結構いい感じ。ということで、ちょっと休憩して、なんか買い行きたいと思います。はい、とりあえずね、彼女が買ってきたキムチ鍋をちょっと電子レンジでチンしていきます。しょ。美味しそう、でもこのキムチ鍋。外は外でちょっとね、彼女が買った恵方巻きをもらいます。恵方巻き、うん、うまっ。日本対中国。いいの。ちょっと撮って。撮りながら来て。待って、バック。レッツゴいいじゃん。なんかこれ超安くない？これさ、コンビニとかで買うと多分140円とかするよね。150円とか。やば。半額ぐらいで売ってる。こん？こん？はい、ということで、最後のご飯。今、9時ぐらいなんですけど。でーん。生ハム。生ハムロース。2つと、あとこの、ポタージュ、ブラウンシチュー、ブラウンシチューポタージュ、うん、これが120キロカロリー、うん、これでラストですね。生ハムは1つ135です。これで、今日のフル食終了です。まあカロリーはちょっとバーンと出しておきます。まあだいたい多分2500キロカロリーぐらいですね。今日はあんまりまあ、筋トレもそこまで、ね、ハードにやってなかったのと、まあ、明日ね、福岡で、ご飯をたらふく食べるんで、まあ、今日はちょっと少なめっていう感じで、はい、やりました。でもね、あとはね、もう、お風呂入って寝て、まあ、明日福岡に行って、まあ、楽しもうと思います。で、福岡の動画もまた、アップするんで、ぜひお楽しみにしてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。僕らが変わる。